D タイプはイギリスの高級車メーカーのジャガーが C タイプの後継として1954年から1957年にかけて販売したスポーツカーである。ロングノーズ D タイプルマン24時間レースにおいて1951年と1953年に優勝したジャガー C タイプの後継モデルとして1954年に発表された。基本メカニズムは C タイプの発展系であり、さらに戦闘力が引き上げられていた。外観は通称ロングノーズと呼ばれるモデルとショートノーズと呼ばれるモデルの2タイプある。いずれも C タイプと同様マルコム・セイヤーズが風洞実験を繰り返して作り上げた流麗なデザインをしている。外観上多くのモデルの運転席後方に付けられたフィンが特徴的であり、 長時間に及ぶ馬24時間レースにおいて、直進性を高めるのに寄与したとも言われる。なお、ロードゴーイングバージョンとして作られた、XKSS というモデルも存在する。3.4リッターの直列6気筒 DOHC で、C タイプよりもかなり高度にチューニングされ、初期モデルで 250HP を発生した。1955年には、 エンジンヘッドおよび急排気マニフォールドが変更を受け、270HP にまで出力が引き上げられている。いずれもドライ散布化され、車自体の重心を下げることに成功している。オールアルミで中心部がモノコックである。当時の新技術を駆使して作られたボディは C タイプのそれよりも軽量に仕上がっており、車両重量は C タイプと同じく 1016kg に抑えられている。ダンロップ製のアルミニウムアロイホイールを装着し、ブレーキはこちらも、ダンロップ製の4輪、ディスクブレーキを搭載していた。4輪、ディスクブレーキを搭載した車は、この D タイプが初めてである。4足、マニュアルトランスミッション。エンジン内装 D タイプは68台が製作された。 当時の価格は3878ポンドで C タイプよりもさらに高価だった。ありがとうございます。